サイケデリック体験では、うん、事故が消えても意識は残ると、うん、そうですね、喋ってますから、うん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 、あのこういう、あ、気持ちいいですねみたいなことはちゃんと話せる、うんうんうん、意識はある、うん、だとしたら、うん、事故っていうのは、うん、なくてはならないものではないと、うんうん、空が来ましたね、はいはい、空、空です、空です、空なんですと、はい、まあ、空っていうと空の説明しなきゃいけなくなるからあの空は概要欄に貼っておきます、はい、空の説明、空の説明、はい、分かりやすく紹介した、はいはい、ハリスさんはこれが神秘体験で啓示、うん、神の声、うんうんうん、が得られる理由の一つだというと、うん、事故がなくなる、うんうんうん、はい、で壁が消えてつながってるようだ、うんうんうん、っていうのがこの幻覚剤による啓示だというと、うん、ある種の洞察を自分が考えたことだと判断するには、うん、そもそも主観がなければならない、うん、だが幻覚剤による神秘体験では、うん、その事故がなくなるんだから、うんうんうん、洞察は別の、うん、超越的な場所から来るに違いないよねと、うんうん、だって喋ってるんだもん、意識がちゃんとあるし、うん、でこの幻覚剤っていうのは、うんうん、うつ病だけじゃなくて、うん、余命宣告されたがん患者とかの不安を消したりとか、うんうんうん、終末期の患者の未来への不安を消すために、うん、不安を和らぐために使われているよ、うん、っていうことが書かれていて、うん、またこのニコチン依存とかはとてもその厳しいらしいんですけど、うん、それにもまた効果があるなんていう紹介がされています、うん、あ、ま、空よりもトランス状態、まあ、状態で言えばそうに近いかもしれない、あ、なるほど、事故がないっていうのは空に近いかもしれないって話ですよね、概念、はいはい、うん、でも基本的に脳は楽観主義者であると、うん、まあそうでしょうね、うんうんうん、生きられてるし、うん、はい、という紹介の中では例えば、うん、実験ではあなたの運転技術、うん、平均と比べてどうですか、うん、って聞くと、うん、大多数が、うん、自分は平均以上っていう、うん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 、とか、うん、アメリカの小説でも紹介される、うん、レイクウォビゴン効果、うん、言いますよね、レイクウォビゴン効果そこで突っ込んでくるんですねあ、これは、はい、あれですね、うん、ある町の紹介をされるんですね、うん、はい、一定よりも、うん、ちょっと上の町の紹介をされると、うん、人はみんな、うん、ああそれは自分が住んでいるところに近いなみたいなことを、はい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 、思うのをレイクウォビゴン効果っていうらしいです、うんうん、はい、要はある程度みんなは人間っていうのは楽観的にできてる、うんうん、自分のところはちょっといいと思ってるとか、自分のところはちょっといいと思ってるし、うんうんうん、自分は平均よりも上だと思ってる、うん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 、自分のこともちょっといいと思ってる、はい、っていう紹介がされているとか、うん、じゃあ楽観的な人と悲観的な人で、うん、この成功する成功しないっていうのは、はい、うん、どっちが有効か、うん、っていう紹介ですとか、はい、女性が神経質なのは本当か、うん、みたいなのがここでは書かれています、うんうん、はいはい、実験が行われてどうだったか、うんうん、ちなみにこの想像ではね、はい、悲観的な方が、うんうん、成功しないなんて思われるでしょうけど、うん、それを実際にテストをしてみたと、うん、要は自分はうまくいくに決まってるっていう人たち、うん、言わせる人たちと、はい、ダメに決まってるっていうのを繰り返し言わせる人で学力テストをしましたと、したところ良かったのは、ダメに決まってるって言わせた方が高かったらしいんですけど、うん、まあ、準備をいっぱいするってことですよね。なので、うん、そのどっちがうまくいくかっていうのは一概には言えない、うん、ただこうやめちゃう可能性があるじゃないですか、悲観的な方、どうせうまくいかないからやらない、それもある、うん、がこのテストでは、うん、その悲観的な方がテストは高かったです、うん、あ、だからそのテストすれば悲観的が高いけど、はい、っていう話ですもんね。あ、そうです、なんで逆にこう諦めてしまう可能性もある、あのこれはどっちがどうって話じゃないんですよ、はいはいはい、多分、うん、はい、ただ準備をたくさんしますよ、イメージでは悲観的なんてダメってよく言うじゃないですか、うん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 、言われるじゃないですか、うんうん、決してそんなことはなくて、うん、結局は
努力なんですよ。努力なんですよ、はい、成功するには努力と行動が必要だからそう、もう行動で言えば楽観的な方が行動的なわけじゃないですか。あのつまんない現実に返ってくるんですよ結局そこに返ってくる、はい、皆さん、うん、あのやることをしっかりやりましょうねって、そうそう、毎日継続しましょうねっていうところに返ってくるんですよ、うんうん、だからまあ努力と行動が必要で、はい、なので、ただまあなんて言うんでしょう、大悟さんの動画的に何か苦しい人に結論、はい、みたいな話だとすると、うんうん、多分そこですよね。なんかあの悲観的な人はそんなに、まあ、実際はそんなに悪いこと起きないよって話じゃないですか。はい、思います。はい、はい、だからちゃんとやれば大丈夫って話ですよね、うん、で YouTube でよくあるじゃないですか、うん、YouTube とかの見出しで、うん、なんかこの動画を見れば、うん、あなたは努力することなく成功できるんです、うんうん、で結局いくと、うん、努力しないっていうのは、うん、このやることを努力って感じなくなるみたいな、はい、結局やるんかいみたいな話じゃないですか、うんうん、そうなんですよ、まあ、努力と表現するかしないかって話ですもんね、はい、勉強っていうかどうかみたいな話ですもんね、うんうん、はい、勤めて強いるなのかみたいな、うんうん、というところでビッグファイブの楽観悲観神経症傾向ですよねと、うん、16パーソナリティの TA でしょうかと、うん、多分これがそのビッグ同じものを取り入れてるって話ですもんね。あ、16タイプの T と、はいはい、ビッグファイブで、まあ、多分そうじゃないですかしか答えられないですけど、はい、両方必要ってことですね持ってるってことですよね。両方持ってる、まあ、持ってて、うん、普段この、まあ、弱い人はいる。僕がこう読んだとすると、はい、楽観傾向が強い強いで、はい、悲観傾向は弱いわけじゃないですか。はい、僕は悲観傾向が強いです、うん、で多分楽観の僕とすると、はい、多分努力を怠ったりするわけじゃないですか、はいはい、まあ、どうせ大丈夫だろう、行き過ぎてしまうとね、そう行き過ぎて、はい、どうせ大丈夫だ、心は病まないけど、はい、どうせ大丈夫だろう、はい、で努力を怠ったりするから、はい、お前は努力をしろよ、ちゃんと努力をしろよって話ですもん結局必要なのは努力って話になりますね、うんうん、で悲観身も蓋もないで悲観タイプの人は努力はするけど、はいはい、諦めることが多いんだろうなっていう話じゃないですか。とかそこに時間を使いすぎる、使いすぎる、ダメだダメだ、自己反芻に、そうそう、このままじゃダメだって思うから、どうせ俺はダメだとかね、うん、はい、でどうせ俺はダメだって思うと、はい、そこでもうやめちゃうじゃないですか。どうせ俺やってもダメだからとかね、うん、どうせダメだと思って、うん、これを救うために、うん、自己啓発の本を読んだりするんですよ。あ、そうそう、この時間がねもったいないんですよそう、ちゃんと勉強すればいいみたいな話してもあ、この僕の10年多分ね10年ぐらいは僕多分使ってますね、はい、自己啓発に自己啓発に、はい、はい、もったいないね、うんうんうん、もったいない、うん、はい、だからそういう人は大丈夫って思ってちゃんとやるべき努力をやったらいいって話ですもんね、はい、でこのビッグファイブで言ってるのは、うん、社会を生きるためのキャラ設定が分かると、うん、要は自分を見た時に自分がこんなキャラだなっていうのが分かるよ、はい、そうするとじゃあこのキャラをどこの国でロールプレイングゲームしようかと、うん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 、どこの国ならうまくいくんだろう、うん、みたいなのがちょっとやりやすくなるんじゃない、うんうんうん、っていうのがこの本ですね、ビッグファイブ、はい、うん、